はい、皆さんこんにちは。今日がね、記念すべき第1回目の投稿になります。 Go Major League Baseball。 このチャンネルはね、どういったことをやるかっていうと、すごいシンプル。メジャーリーグスカウトをやってた僕が皆さんにプロ野球選手になる方法、これを明確にお伝えしていきます。プロ野球選手になりたい人はとりあえずこのチャンネルを見とけば、プロ野球選手になる方法を教えていきますと。でさっきちょっと言ったんですけど、僕メジャーリーグのスカウトをやってました。フロリダマーリンズっていう球団とモントリオールエクスポスっていう球団でスカウトやってまして、でその前はアメリカの独立リーグの方で2シーズンプレーしてました。1年目はプレイヤーとして、2年目はプレイヤー兼コーチということで、コーチングの勉強もしながらね、2シーズン野球携わらせてもらってて、その後ねスカウトやりながらずっとアメリカのベースボールアカデミーの方でコーチやったりとか、そういったことをねずっとやってきましたね。でその中でさっき言ったそのプロ野球選手になる方法っていうのが多分みんな知りたいんだと思うんですよね。そう、野球やってるからにはプロ野球選手になりたいはずなんですけど、今チーム入ってますよね、まあ、高校だったり大学だったり中学校小学校ね、それぞれチーム入ってると思うんですけど、チームに入っててどんな練習してるかっていうと、基本的にまあチームでみんな集まって練習するのって勝つための練習をしてると思うんですよね。勝つための練習と上手になるための練習っていうのは全く別なので、監督にこの練習しますよと言って、コーチにこの練習しますよ今日はと、でそれに習って練習してると思うんですけど、そうすると結局与えられただけの練習なので、自分がしたくてそれをしているわけではなくて、与えられたものをしているだけの練習になっちゃうんですよね。そうするとやっぱ上達するため、何のためにするのかっていうことは明確に分かってない中でやることになっちゃうので、それだと今ほとんどの人たちがそうやってるからプロ野球選手への道っていうのは見えてないと思うんですね。なのでここでは皆さんがどんなことをやってったら、どういうふうにアプローチしてったらプロ野球選手になれるのか、どうやったら上達していくのか、上手になるためのスキルアップするための、チャンネル情報っていうのをどんどん出していきます。勝つためだけに野球やりたい人はこのチャンネル見ててもあまり意味がないです。勝つための方法とかほとんど発信しないので、上手になるため、上のレベルでどんどん自分がスキルアップするための情報っていうのをどんどん出していきます。さっき言ったんですけど、メジャーリーグのスカウトやってた、その前に選手やってた、でそこもやっぱトライアウトを受けて合格してアメリカの独立リーグでプレーしてたんですけども、テスト受ける側も経験したし、スカウトとして選手を選ぶ側も経験してるんですね。そうするとどういうところが必要で、どうやったらテストを受かって、どういうところを見ててっていうのを両方知ってるので、この情報っていうのは非常に貴重だと思うので、その辺もね包み隠さずお伝えしていきたいなと思ってます。その辺全部ひっくるめた上で、明確にプロ野球選手になるために必要なことっていうのをどんどん情報発信していきます。はい。で皆さんにちょっと質問したいんですけど、プロ野球選手になるって、まあ、どうやったらプロ野球選手になれるのかってイメージつきますか？はい、イメージついた人は、いいんですけど、イメージがない人、まあ、明確な答えがわからない人っていうのは、多分このままやっても確実にプロ野球選手にはなれないかなと思います。どういうことかっていうと、例えばどっかにたどり着きたい時って、その明確な場所が分かってたら、そのために行く交通手段ですよね。車で行った方がいいのか、電車に乗ったら行けるのか、バスに乗ったら行けるのか、で歩いて何分なのかとか、ある程度その明確に調べてから出発しないと目的地ってつけないじゃないですか。これ当たり前ですよね。で例えば今度はマラソン、ゴールがここにありますよって分かってるから、あの 42.195 キロ大変だけど、ゴールがあるから走ると思うんですよ。もうどこにゴールがあるか分かんなかったら走るのすごい大変ですよね。うん、走らないかもしれない。今日本で野球やってる人たちのほとんどの人がゴールが見えてないと思うんですよ。そう、ゴール、明確なゴールが見えてない、ぼやっと、あ、こうやったらいいのかなとか、漠然とただこう、うん、プロ野球選手になりたいなとか、なんかすごいなんか明確なところっていうのがなかなかね見えてないと思うので、そのあたりを本当にね、僕がアメリカで学んだこととか、あとは日本で選手を見たりして、国際スカウトやりながら日本で選手を見てたとかね、その辺の、情報だったりとか、あとはもう本当自分自身がアメリカに行ってトライアウト受けて、合格して独立リーグでプレーしたんですけど、その合格するためにもちろん他にプロ野球選手の人がいたりとか、社会人上がりの選手がいたりとか、もう大学で野球やってましたとか、
そんな選手たちと一緒にテストを受けて、僕自身は高校大学野球やってないんですよ。でもそんな僕でもテストで受かるためには、やっぱりその目的を達成するためにちゃんと考えてトライアウトに臨んだんですけど、まあそういった方法ですとか、その辺をね、皆さんにお伝えしていきたいなと思ってますし、どんどん上手になるための情報っていうのを出していきます。そのために必要な、今日本で学校の部活以外に野球スクールだったりね、野球アカデミーとかね、塾とか、あとはトレーニングですね、トレーニングジム、パーソナルトレーニングのジムができたりとか、あとはコンディショニングだったりケアだったりとか、どんどんいろんな日本で選手たち個々のスキルを伸ばすためにっていう施設ができてるので、そういったところにも行ってで、情報を入手して、でそういうことも皆さんと共有していきながら、ここのアカデミーはこういうことに特化してるから、ここはこういうのを目指してる選手行った方がいいよとか、そういう情報もどんどん出していって、もう本当にこれ見てたらもうプロ野球選手になるための道のりっていうのをしっかり見せていけるんで、ぜひね、プロ野球選手になりたい、上のレベルで野球やりたいと思ってる人は一緒に行きましょう、なりましょう、ぜひよろしくお願いします。これからね、どんどん面白いことやっていくんで、こんなところね、聞きたいよとか、こんなとこ知りたいよとかあれば、どんどんコメントください。プロ野球選手になりたいと思った人は、とりあえずいいねボタンを押してチャンネル登録しとくこと、そっからまず始まります。あなたがする行動はまずチャンネル登録をすること、いいねボタンを押すことで、知りたいことがあるんだったらコメント入れること、そっからがまずプロ野球選手になるための第一歩なので、忘れずにやること、 OK、 よろしくお願いします。じゃあ今後ね、どんどん皆さんとつながっていって、面白い情報をやっていくんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。チャオ。